日ごとの糧、2021年3月11日。あなたたちのもとに起立する者を、あなたたちのうちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。なぜなら、あなたたちもエジプトの国においては、起立者であったからである。私はあなたたちの神主である。レビ記19章34節。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。ローマの信徒への手紙12章13節。個人的なことで恐縮ですが、私は3歳から10歳まで群馬県の前橋市というところにあった日本に来たばかりの宣教師たちがまずやってきて日本語を学び文化に馴染むということのためのまあいわば宿舎といいますかバーネット館という名前の西洋館に住んでおりました。セントラルジャパンパイオニアミッションという団体がその建物を持っていて、アメリカとかカナダ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、そっちの方から来られた若い宣教師たちが、そこにある人は3ヶ月、ある人は6ヶ月、ある人は1年滞在して、まあ、日本語を学んで各地にこう散っていくという、まあ、そんなあのバーネット館というところがあったんですね。で、私の母は宣教師たちの、まあ、いわばそのお手伝いさんといいます。その当時は女中さんと言われていましたが、まあ、いわば、生活一般のお世話係をしていました。で、父は牧師になるための学校に行く前に3年間ほど、その宣教師たちのための運転手をしていたのです。まだ私、小さかったですけれども、そこで、まあ、日本にわざわざやってきて、で、日本語で悩む宣教師たちの新人といいますかね、そういう人たちを目の当たりにし、一生懸命日本人のために何か役立つことをしようとしている、外国の人たちを間近に見ながら、まあ、本当にありがたいことだなと当時思っていました。で、ある意味でその経験は私の中に外国からの人たちへの思いを育てた出来事になったと思います。そういう、まあ、日本で苦労している外国の方々のために何かお手伝いできればいいなと思うように、まあ、その頃から考えるようになりました。まあ、しかし、今振り返ってみると、一緒に住んでいたその7年間、私も私の家族も一度も宣教師たちと一緒に同じところで、同じ部屋で、食事をしたことはありませんでしたし、住まいの環境も全くまあ別物であり、彼らが住んでいるところはもうある意味で別世界の感がありました。まあ、それでも私の中には人のために何かができる、とすればそれは嬉しいことだよなという思いは育ち、それは消えませんでしたね。おそらくそれは、父や母の使える姿というのを見て、そこにあったその徹底的な自分を捨てるというとあれですが、無視の姿といいますかね、そういうようなものを感じたからなのかもしれません。私は個人的にはなんかこう置き去りにされていたような部分がありましたし、感覚でそういうふうに思っていましたが、でもそれは当たり前のことなのだろうというふうに感じていたんですよね。まあ昭和期における一途な奉仕者の姿を見たわけです。で、普段の私の遊び友達というのは、まあ犬でしたし、あるいは近くに住んでいる同窓生、同級生。でも夕方6時前には必ず家に戻らなければならないというルールがありました。そのルールというのは関根家で作ったルールではなくて、宣教師たちの夕飯の時間だったので、それまでに女中さんも女中の家族も全部とにかく家にいなきゃいけないというルールがあったんですね。同じところで食べるわけではないし、食べる内容も全く違っていて、私たちはその、料理をするお勝手の片隅で食べたわけですが、宣教師たちは、ダイニングホールがあってそこで食べたわけですけれども、まあでもいろいろそういう意味ではなんだかなと今思うとなんだかなという部分いっぱいありますけれども、でも私はその当時の
父や母が見せてくれた真剣な人に使えるという、まあ、卑屈になるわけではなく、人に使えるという姿の中に、私は何か今の自分の中にある、その心の土台というか、それを見せてもらったような気がするんですよね。で、おそらく、父母はそれを知っていたかどうかわかりませんけれども、今朝のこの言葉は、そういう生き方をある意味で本当にこう大事なこととして教えているもののような気もするんですよね。あなたたちのものに起立するものを、あなたたちのうちの土地に生まれたもの同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。なぜなら、あなたたちもエジプトの国においては起立者であったからである。私はあなたたちの神主である。レビ記19章13節。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。ローマの信徒への手紙、12章13節。祝福がありますように。